キングオブ・ローマは、1913年に、ローマからイングランドまでの1611キロメートルのハトレースで優勝した名帳。デーブ・サドベリはこのレースバトをテーマに、歌と本を書き、前者は、ジューンテーバーの歌ったものが最も有名である。アシリン・バニュー 1907DY168 を付けた、この青色のオスのハトは、チャーリー・ハドソンが所有し、育てたものだった。 彼はダービーのブルック通り56番地に住み、1904年にハトレースを始めたと言われている。1913年のレース時には彼はダービー紙飛行クラブの会長兼会計係となっていた。彼はまたダービーイブニングテレグラフにハトレースの記事を寄稿していた。この鳥が死ぬと彼は意外をダービー博物館、美術館へ寄贈した。 その剥製は、目録番号、ドバイム、1946、48として保管されている。以前は、ダービーのほか、ウォールソウル博物館、ノーサンプトンシャーのウラトンホールなどでも展示が行われたが、2011年時点では展示は、されていない。サドベリー、イン2012デイブ・サドベリーは、キング・オブ・ローマとその飼い主をテーマにした歌と本を、書いている。歌は、 ジューンテイバーの歌ったものが最も知られている。歌には大レースの日、一陣の嵐が吹き荒れた。何千羽という鳥たちは散り散りに吹き飛ばされ、二度と帰らなかった。と鳥レースに月ものの危険が歌われている。ジューンテイバーは1980年代末のあるコンテストに審判として参加した際、サドベリがこの歌を歌うのを聞いた。その後、 テーバーは1988年のアルバム赤羽にこの歌を収録した。当時のコンテストでやはり決勝戦進出者だったブライアン・マクニールはキング・オブ・ローマはあの夜に歌われたどの歌よりも飛び抜けていた。あの歌こそ優勝すべきだった。と述べている。マクニールは後にこの歌を歌い2000年にイアン・マッキントッシュと共同制作したアルバム ライブキッキングでそのライブ演奏を聴くことができる。バンドのハーフマン・ハーフビスケットもこの歌を録音したが、まだリリースしていない。カナダのフォーク歌手ガーネット・ロジャーズは2004年のアルバム、サマー・ライトニングにこの曲を収録している。サドベリの詩は、ハンス・サエフコの挿絵を添えて32ページの本に再構成されている。ありがとうございます。